武蔵伝パート8の続きからやっていきます。忘れました。井戸を調べるために教会で鍵爪ロープを借りなきゃな。あーそこか。今からバンビ兵と戦うよ。バンビ兵っていうね兵がいるんですよ。それと戦うよ。ほら前回二段ジャンプをゲットできたからね。二段ジャンプでいけるようになったんです。これ教会、二段ジャンプじゃないとこの教会入れないからね。このまあ出ることはできないんだが、行こう。チーズ、鍵爪ロープっての借りに来たんすけど、なんか中二病みたいな。どうしたんだい、門まで閉めちゃって。ホワイト牧師、クーカームニャムニャ寝てる。ジューダスにユリネコいらっしゃい。はっ、いやどうもどうもどうも、武蔵殿、それどころじゃないんすよ。教会の大事な大事な金が盗まれましてね。犯人追いかけようと慌てて外に飛び出ったままは良かったのですが、飛び出されましてました、締め出されましてました。ほほっす。じゃあその鍵詰めロープは教会の中なんで持ち出せないですね。あははは。あははじゃねえだろうに。このまま外にいたら化け物に襲われちまうぞい。だからもう閉めるんですよ。あ、ちなみにみんな、前回までのパート見てくれましたか？見てないと多分ストーリーが全くわかんないと思うんですけど、ごめんね。置いてけぼりだぜ。あ、その化け物で思い出しましたぜ。金を盗んだ犯人よか？いえいえ、いえいえ。外に出た時、すでに犯人は姿が見えなかったんです。教会の金がね、盗まれたっていう話。あ、見てくれた。ありがとう。実はですね、最近夜中になると、床下から何やら異様な声や物音が聞こえてくるんですよ。バンビ兵です。そのバンビ兵を倒さない限り、この村の BGM は陰鬱な感じになってます。治らない。そのおかげですっかり寝不足で困っているんですよ。画表丸いらっしゃい。見てくれてありがとう。見てない方は今すぐ見てこよう。ネズミとかなんじゃねえの？そうなんですかね。とにかく夜中の2時頃にでも来てみてください。なんかあるに違いないんですよ。もうあれか？もうバトルか？もしかして。もう戦闘か？もしかして。いけるかの、なんか一撃死があった気がするけど。まあ、いけるか。死んだらやり直せばいいだけの話。ゲームだしな。じゃ夜中の2時まで寝ます。あ、待って。寝方忘れた。これだー。目の前で寝る。見える。見えるぞ、中身が。人天は BL いらっしゃい。よし。今からボス戦です。バンビ兵と戦います。ものすごく臭いらしいです。バンビ兵ってのは。この放送は6時間を予定しているよ。うん。眠くなければ、6時間放送できます。なのでみんな俺が寝ないように起こしてください。緑メガネいらっしゃい。うん。ジンタンを BL っていう名前の人が来たんだよ。そう。このゲームはゲームであった遊びではない。2時頃に来いと言われたんで来たぞー。あ、やばい、寝ちゃう。これだ。はい。ずっと寝てるな、こいつ。言われた通り来てやったぜ。ホワイト牧師、クーカームニャフニャ。寝すぎじゃね？明らかに。この人ずっと寝てたぞ。俺と一緒に。はっ。どうもどうもどうも、武蔵殿。ちょっと静かにしてみてください。お？ああ。この子は化け物に違いねえ。ねえ、私の言った通りでしょ？はい。おい、坊さん。なんとか教会の中に入る方法はねえのかよ。先生に金目いらっしゃい。うん、そうですね。は。おう、そうです。屋根に登って金があったところから入ればよのです。屋根ったってどうやって登ればいいんだよ。私が背中をお貸しします。その背中に乗って、そこからさらにジャンプすれば乗れるでしょ。よし、やってみるか。ほら、初めての共同作業。あ、くそ。踏みにじりたかったのに、背中をゴスゴスと。なんだよ。アスカ。あんたが武蔵？おかしい。かわいい。かの英雄武蔵様と同じ名前だなんてずうずうしいわね。いい声だな。いい声だな。うっせえ、ケトだ。名を名乗れ。あたいの名はリキュール。ミスルコアールコンテストで準ミスを取ったこともある。見ての通りの美少女よ。準ミスね。少女1位はお姉さんです。おいらから見りゃ立派なおばさんだぜ。今北さんいらっしゃい。アスカの声だね。いくらあたいがミスコンでブランディ姉さんに負けたからって、あん
方みたいな。ブランディ姉さん、どうしてそこまで言われなきゃなんないのよ。お姉さんに勝てないからね、この子は。何やっても姫にそっくりだ。なんでオイラの周りはこんな女ばっかなんだ。高飛車な感じだね。何黙ってんの。そういう女性を引きつける才能が。いいわ、さあおとなしくそのレイガンドをよこしなさい。よかろうとも。へっ、レイガンドの一撃ならくれてやってもいいぜ。生意気な。たく話になんないよね。やばい、ボス戦が始まる。やっておしまい。あ、まだ。どこ狙ってんだ。とっととかかってきやがれってんだ。武蔵の声優さんって松本里香さんだっけ。サトシの声の強がり言ってられんのも今のうちよ。方ですよね。さあ餌の時間だよ。ルコールバンビヘイども。アルコールバンビヘイ、こいつら。これな、こんなにたくさん。くせ、くさすぎる。セリフ回し。くさすぎる。生意気すぎるあんたがいけないのよ。ゆっくりモンキーだし。じゃあね、おちびちゃん。ここね、死んだらごめんね。早く帰ってシャワー浴びなくちゃ。これ最初わかんないね。えらいちだし、こいつら臭いだし。やるしかねえか。やるしかねえか。これね、これ、あ、押し返す。これね、いろんなやつが大量に入ってくるとね、最初はいいんですよ、順番だから。でもね、途中から一気に来るから囲まれると死にます。あ、どんなに体力があっても、ね、即死するっていう。結構ね、むずいんですよね、これ。ちょっとミスると死ぬからね。なんだこいつら、席にいた化け物じゃねえのか。踏まれやしゃい。切ってもまるで死にゃしねえ。こいつら不死身。どうなってんだ。不死身なんすよ。だからこのボス戦、まあボス戦でいいよねこれね。やべ、だから耐久ですね、耐久。耐えなきゃいけない。はは、勝手に帰っていくのかあれ。やべ、頼む。だからね、こうやってジャンプしてきたところを切り返すのが一番楽、簡単なんだけど、ミスるとこうなるんすよ。やめて、いっぱい来るからやめて。早く帰って。最初はいい、最後がやばい。まだ大丈夫。やべえ。これね、位置ミスるとね。やじゃあいいぞ。あ、よし。しつこい奴らだぜ。何かこいつらをやっつける方法はないのか。耐えるしかない。これってさ、これでもよかったっけ。あ、ダメか。よし。投げるのも手か。やめて。よし。ちゃんと見ろ。相手の動きを見るんだ。見極めるんだ。左。右上。あ、やばい。死んじゃう。危ない。マジで囲まれたら即死だからね。やめて。なるも帰って。早く。もうすぐ朝か。ほら、朝。せやで。少し粘ってみるか。粘るまでが長いんだよな。え、これ何時までだっけ。7時ぐらいか。あと1時間ぐらい頑張んなきゃいけないのかな。ほら、どんどんテンポアップしてくるからね、これ。リズミカル。時代劇の敵役みたいな感じだよね。順番に、あ、空中で接してない。待って。ちょっと気づくかも。これ。危ねえ。あ、よし。危ない。よかった。これ絶対初見死ぬと思うんだ。初見の人は。よかった。やつら太陽の光に弱かったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。やっと外に出られるぜ。ありがとう。パチパチ弾幕ありがとう。あんまないけど。もう画面が見えないほどパチパチありがとう。いやー、どうも、武蔵殿の桃おじでしたか。まったく一時はどうなるかと、肝を冷やしておりましたですよ。あ、ありがとう。本当にやった、催促した甲斐があったぜ、コメントは。中の化け物はみんな死んじまった。これでひとまず元通りってわけだ。あ、鍵詰めロープでしたね。ここで持ってきてくださいよ。あ、待っててくださいよか。ありがとうございます。まあ、この匂いは臭い。なんだろうな。動物の死肉みたいな感じかな。はい、どうぞ。
武蔵は鍵爪ロープをゲットした。ロープの先に鍵爪がついている。これで井戸に入れるぞい。いや楽しいな、やってて。こんな楽しいゲームもないな。ふ、こんなに苦労するとは思わなかったぜ。武蔵殿、ついでにと言ってはなんですが、盗まれた金も探してくださいませんか。あ、見つけたら持ってきてやるよ。知らねえよ、自分で何とかしな。このゲームってさ、なんか感情度みたいなのあったっけ。悪態ついたらバッドエンドとかいかないよね。でもありがとうございます。見つけてくれたら何かお礼をさせてもらいますので。うん、俺もね、あの朝来るのもっと遅い気がしたんですよ。だからね、かなり拍子抜けだった。あれもう朝みたいな。あ、ゲップ出た、ごめんごめんなさい。今モンスターっていうね、炭酸飲料、目が覚める炭酸飲料飲んでたらね、すごいおゲップが、出現する可能性が。山宮に各地いらっしゃい。ニーヤやってる。え、ニーヤってニーヤレプリカントですか。ゆっくりしていきな。さやいらっしゃい。ニーヤレプリカントっていうゲーム知ってる。あれも神ゲーだからね、あれもやりたいな、放送で。セーブしたい。セーブ。ニーヤレプリカントの最後はね、びっくりしたな。まさかあんなオチとは。あれはいいストーリーが良かったな、ニーヤレプリカント。また来るぜ。サトシなのにムサシというムージョンね、この。あ、モンスター一気したいけどね。モンスターね、もうないんだよな、ちょびっとしか。ムサシはかぎ爪ロープを使った。よし、これで井戸の中に降りられるぞ。やったぜ。早速降りてみるか。早速降りてみるか。やっぱいい声だな。このゲームね、何回も何回もクリアしてるんで、詰まるところほぼないと思うけど、よかったらまったりと見ていってください。あ、ここであれが手に入るのか。かの有名な。これね、水、ほら、あれ金ね、金。でもね、普通に行くといけないからね、あれ。水。武蔵は、泳げないからね。泳げないからね。泳げないから、水に入ってるダメージがあります。水の紋章、クレストガーディアンによって守られている。水のクレストガーディアン。水のクレストガーディアンのね、あれ、姿形結構好き。えい。エンコ殺し。画面が闇に覆われる。あー、うめえ。モンスター全部飲んじゃったもん。うまいわ。あと1本あるから大丈夫。レって書いてあるこれね、ほら。レって。レッ。武蔵は五輪の書、水の巻をゲット。巨大な泡に包まれて水面を歩くことができます。発動中、攻撃ボタンで水弾を出すことができ、炎を消したりできます。攻撃ボタンを押しっぱなしで連射か。これね、水の巻あと3つあるからね。土なんだっけ、忘れたなんだっけ、なんとかの巻、なんとかの巻、空の巻みたいな。モンスターなくなったらまた買っていきましょう。で、金を持ってきてくれみたいなこと言ってたから、金か、まず。ここでね。ほら、水の巻、泡に包まれて水面を歩くことができる。このね、どんどんね、世界が広がっていく感じがね、とても楽しいです。えい、ん?えい、あ、間違えた。これね、三角、三角、ほら。泡々しい。このゲージがある間だけ歩けるっていう。これが教会の金だな。まさに。なんかすっごく重そうだ。教会の金を持ち帰るには、持ち上げと投げを使い分けて金を教会に持ち帰ってください。金に向かって方向キーを入れ、三角ボタンか四角ボタンで持ち上げることができます。持ち上げた状態から三角ボタンか四角ボタンで投げることができます。よし、気合い入れていくか。行くぜ行くぜ。で、これをあっち側に投げね、ちょうど届くっていう。ご都合主義の塊ぞ。で、これを左は登んなきゃいけないんで、こっちからね、やるんですよね。もうね、詰まるところないからね、サクサクプレイをやるぜ。なんかみんなわかんないことあったら聞いてね。俺が全てパーフェクトな答えを返せるとは限らないが、なるべく頑張る。えい!よし。いやでもこのゲームは本当にね、記憶消してもう一回プレイしたいぐらい好きなゲームだからね。初見の反応を見ない見せたかったな。
俺がこのゲームで初めて遊んだ時のワクワク感をみんなと共有したい。シュネルの社員出して帰ってきた。おかえりおかえり。みんなゆっくりしてってね。よし行くぜがくどい。嘘だ行くぜまんまでしょ。まんま武蔵のまんまじゃないですか俺のやつ。行くぜ。グラハにペコタンいらっしゃい。こっから面白いね。349号さんいらっしゃい。このゲームはどん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 面白くなっていく。あ、ケンジさんいらっしゃい。こんばんは。ちょっときついです。どうしたんですかケンジさん。いらっしゃい。俺は神ゲーをやっているよ。体調が悪いんですか。大丈夫ですか。みんなは体調大丈夫。俺はね今ものすごく眠いです。励ましてください。これあれか、持つより投げた方が早かったかな。いいと。まあいい、こっちだこっちだ。ジフいらっしゃい。いや、その引くぜが引くぜじゃなくて行くぜね。行くぜです。行くぜ。まあまあだと思うんだけどな。はあ。お、ホワイト牧師。いやどもどもどうも。武蔵殿、金を見つけてくれた。見つけたぜ。これがお礼の天使の像です。どうぞお受け取りください。ありがてえぜ。武蔵は天使の像をゲットした。文字通り天使の形をした彫像のようだ。ありがてえぜ。この形はどっかで見たような見なかったような。その天使の像、実際によれば炎の神への扉を開くと言われている神聖なものなのですよ。どうか大切にしてくださいな。あそこで使うやつだ俺。それでは武蔵殿、私これにて失礼いたします。早速鍵を取り付けないといけませんので。金か。ん、足が痛えぜ俺言ってなくない。そんなの足が痛えぜ。全然違うじゃないですか。行くぜ。だからね、俺の言ってるのは行くぜ。足が痛えぜは全く別。どうしよう。まあセーブしとくか。何かあったら即セーブしよう。でさっきのね象はね、いらっしゃい、ゆっくりしていきな。いい声だな江原正史さん。いい声だな。セーブすると、さっきの象はね酒場の地下で使います。あ、そういえばさ、あれです。見ましたか？ジョジョのね、第4部がね、2016年の4月から始まるそうですよ。で、ちょっとね、声優さんがね、変更してましたよ。見ました？みんな。若干声優さんの変更があって、ちょっと俺はしょんぼりしてるんですけど。あ、変えちゃうのかと思って。楽しみなんだけどね。あ、酒場に行くんだったら夜中にやんなきゃいけないのか。寝るか。他やることなかったよな。そうそう、岸辺露伴がね、神谷さんから桜井貴弘さんに変わったりとか、あとね、ジョウスケが、あれです、おいたんから、畑野さんから、小野智樹さんになったんだっけ？とかね、結構前の声でハマり役かなと思ってたんだけど、ちょっとびっくりしましたね。あと、コウスケくんだっけ？フリーズの子。あの子もね、声が、梶裕貴さんになりましたね。よし、入ろう。あ、くそ！入れない。勉強しながら見る。ありがとう。シータに、ミノに、380個目ザインいらっしゃい。あ、小野裕貴さんなのか。ともきさんじゃないのか。俺ずっとともきさんって思ってた。まだ何かあるかもしれねえし。キアいらっしゃい。一丁入ってみっか。あ、これもうボス戦行くんじゃないか。まあ、いっか。一丁入ってみっか。そうそう、だからさ、あれ、梶裕貴さんが、あれ、コウスケくんやったら、あれ、6部だっけ ?7 部だっけ、ジョニーがさ、ジョニー・ジョースターの声変わっちゃうんじゃないの。ジョニーの声もハマり役だったよね。梶さん。あ、めっちゃハマり役だと思ってたのに、ここで変更したら、ジョニーの声も変わっちゃうんじゃないのって、ちょっと、危惧してます。いろいろ。うん、声優オタな、俺は。みたいな。みんなハマり役だったのに、って。あ、ここじゃねえや。ここじゃねえや。教会の金って200キログラムあったの。あ、でもあれじゃないですか。武蔵の声さ、サトシの声じゃん。サトシさ、あれじゃん。ポケモン、70キロぐらいあるポケモンさ、軽々持つじゃん。うん、いいんじゃないかな。そういうつながりで。あやいらっしゃい。ねえ、サトシって70キロも80キロもあるポケモンを軽々と持つもんね。それだよ。この武蔵も。片手で軽々。よし、
行くぜ行くぜ。武蔵は天使の像をはめ込んだ。そうだよ、詳しくはね、あのツイッターとかで画像回ってくるから見てみて。やべ、ゲームの話してね。武蔵伝最高、行こう。取ってつけたような、あの細腕で軽々と、うん、重いポケモンを。ダメだ、炭酸が上がってくる。えい。あ、そういえば俺ね、あれです、今日ね、あれを買ったんですよ。あのリフレクターっていうね、スマホのゲームをね、パソコンでねできるやつを買いましたよ。あれ何本だったかな、2000ぐらいで買いました。高かった。スマホの iPhone、 あちゃー、スマホの iPhone で、あちゃー、スマホ iPhone でできるやつ、あちゃ、もうなんで、なんで、もうなんで。ケンジさんは何使ってるんでしたっけ。俺ね、リフレクターかエアーなんだっけ、エアーサーバーか迷ったんですけど、迷ったっていうか、あ、比べたんですけど、あれかなみたいな、リフレクターの方が使いやすいかなと思ってリフレクターを買いましたね。あちゃ、もう、おっと、いや、あの iPhone じゃないとできないゲームがちょっとありましてね。 iPhone の HDMI ライトニングは5000円。 HDMI ライトニングつなぐやつですか。下手になってごめん、あのちょっとね、ゲームおろそかにしてた、ゲーム集中しながら雑談する、ごめんね。このゲームね、やり込みすぎてるから、あんま話すこともあんまないっていう。すまない。いや、でも面白いっていう感じはもう最大限に表してるし、もう他に言うことがないなっていう。ちょっとね、ちょっと話すことなさすぎて、ごめんね。ポケモンとか、全然別の話してて、申し訳ない。覇者の塔を制覇できる。モンストの話か。待って、やばい。やばい、死にかけてるよ。HDMI キャプチャーにつないでスマホの画面をキャプチャーできるですか。でもね、今日ちょっと、まあちょろっとですけど使ったんだけど、リフレクター全然ね使えましたね。あとね、あのスマホの音をねパソコンに直接出せるのがめっちゃ良かった。あ、音綺麗と思って。9代目毒味役、ん、また毒を食っちまったか。なんだここ、どうやら城の仕事じゃなさそうだ。君が助けてくれたんだね。うむ、これでまたと元通り毒味役として生きるか死ぬか、スリル満点の毎日送れそうだ。複雑な心境だよ、まったく。死にたいのか。HDMI は高画質でズレもない。マジか。でも5000円か。本当リフレクターね、正解でしたね。リフレクター何といってもね、使いやすいんですね。あ、簡単にできたと思って。まあ、あのサイトとかでね、ブログとかでリフレクターの導入の仕方みたいなのを見ながらやってたんですけど、すごい簡単でした。ああみたいな、俺でもこんな簡単にできると思って。いや、あれはいいものだ。おっとっと、あちゃん、おっと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 。でね、その近々それを使って実況動画が上がるかもしれないんで、よかったらみんな見てね。放送ではねやらないので、よかったら動画限定なので見てねっていう宣伝です。やばいやばいやばい、炎が来てるでしょ。俺ができるならよっぽどでしょう。万美兵倒したと思ったらまだいるんだな。いや、 HP やばいな。いや、でもね、それはね、 iPhone のゲームだけをやります。 Android はね、今まで通りあれだよ、モビゼンを使うよ。うん、今 iPhone の話してるけど、俺 Android ユーザーなんだ実は。これでね、あれ、あ、これか。弾を放つことによって火を消せっていうおぼし飯だね。 OK、 iPhone はね、とあるつてで手に入れてやります。ルルイラじゃい、まさか押しっぱなしか。待て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 、くそ、ダメ、集中しよう集中しよう。俺は武蔵伝をやってるんだ、雑談枠じゃないんだ。 iPhone 借りるってことですね。その通り。で、もう一個ずつだな。三角押しっぱなしでいいらしい。ちゃんと狙いを定めて目標センターに入れてショット
れ、水玉で体当たりして消せないのにね。ものすごい量の、お、はい、これもボス戦だったっけ。やばい、ちょっと雑談がもうできないぞ。これは水の神殿ね、水のクレストガーディアンが守る神殿を今俺は雑談がてら攻略したわけなんだが、 HP やばいな。ちょっと話に夢中すぎて HP がやばくなってきた。今来たたい焼きいらっしゃい、行くじゃってね。神ゲーにようこそ。ほら、こいつが第二のクレストガーディアンか。こいつかっこよくない？いや、クレストガーディアンみんな好き。なんか造形がすごいいい。動き出しやがった。勝てるかな、勝てるかな。でもナットペースあるから多分大丈夫かな。こいつほらいきなりハンデ戦なんですよね。起きた瞬間からこんな天井が落ちてくるっていう。こりゃおかしいや、おかしいや。天井が崩れて動けなくなったぜ。あー、不運なんです。煽るな煽るな。泣いた、ほらドバドバ泣いてるよ。レリックスキーパー